ジンヒロシの恋愛ビジネス成功シークレット、ジンジンポッドキャスト。2009年1月から2月にかけてニューヨークでハムレットを主演いたしましたが、日本に帰ってまいりました。落胆半分、喜び半分です。まず落胆というのは、アメリカは本当に経済不況でブロードウェイ劇場も閉じていることが多く、その波をかぶりまして、カンパニーイーストのハムレットも思ったより集客が伸びませんでした。それでもジン・ヒロシが提案する動画外見力の YouTube 効果で、ペンシルバニアからニューヨークまでわざわざ見に来てくれた在米日本人の方、他たくさんいました。そのノウハウを4月5日5時半から7時半まで、僕の主催する新宿の J28 スタジオ第3回著名人も集うジン・ヒロシの異業種交流パーティーで披露する予定です。ぜひ足をお運びくださいませ。さらに喜びというのは、2007年カンパニーイーストの王女メディアは信じられないことにニューヨークタイムズに大きく掲載されましたが、今回のカンパニーイーストのハムレットは、これまた歴史と伝統の全米オーディション情報新聞バックステージほか、もう類を見ない絶賛というか大絶賛を得たんです。信じられない素晴らしい費用でした。そしてこのニューヨークのハムレットそのまんま日本で凱旋公演として、ザムザ阿佐ヶ谷で4月17日19日まで十数年ぶりでジン・ヒロシのライブ公演を催しいたします。4月5日の、異業種交流パーティー、4月17日から19日にかけてのザムザ阿佐ヶ谷でのカンパニーイーストのハムレット公演、ぜひ足をお運びになって、私たちのカンパニーイーストおよびジン・ヒロシを応援、そしてその目で確かめていただきたいと思います。ありがとうございました。ジン・ヒロシ。